で、チンパン射していただきます。痛い。もう最近なんか、痛みが増してきたような気がするね、ちょっと。種ですね、よく見たらね。栽培できん、いや、これは無理でしょうけど、ね、多分、火を通してるのかどうか。でも、これは土に還れそうですね。うん。久々食うな。朝なんかすげえ調子悪くてね、何が調子が悪かったかっつうと、すごい天気良かったんですよ。もうやる気が全然出なくて、まず眠い、めちゃくちゃ眠くて、うわ、なんかやる気出ないな、私行かなきゃな竹とか思いながら眠って、一回寝たの。で、起きて寝て起きて繰り返したらもう一日が終わっちゃったっていう たまにはいいよね。この辺が痛いような気がする。病院行けよって感じ。俺、ほんとね、めんどくさいから行ってないだけで、マジで行こうかなって、マジで思ってるこの辺まで来てるんです。だまあ、そうっすね。行かなきゃなっていう気があるの、やっぱ、80%ぐらいの気持ちはあるんです。珍しく。それぐらい、なんかこう、異変を感じてる感はあるんですよね。こう、肩に。やっぱり無理してんなと思ったんですよね、ずっと作業やってる時に。あの時やめとけばよかったんですけどね、やっぱね、ちょっとそういう性格なんですよね、なんか、痛いんだけど、無理してやった結果が、こう、肩に。で、それでもう、痛い、来てんなと思ってんのに、またそこに負荷をかけていったんですよね、作業して。で、最近落ち着いてはいなかったけど、ちょっとこう、休めたんですよ。運動も全く止めて、まあ、運動っていうのは筋トレをやめて。まあ、やらなきゃなっていう思いがあるんですけど、痛いから、いや、これやったらやばいっしょ、みたいな気持ちがあったんで我慢してやめたんですけど、つい最近水をね、運ぶのに、またちょっと無理したんだ。山の下から水を上に運ぶのに、まあ行ったり来たり行ったり来たりしてたんですけど、前やった時は右手だけで全部上げたの。左手に負荷かかんない。なんか今回またやっちゃいけないのに、まあ、なんか、両手でやった方が早いなとか思って、両手でやったりとかして。
これをやってから、その日からまた、なんか痛みが増したような気はする。決して、治ってきてはない。悪化してるのかっていうと、ちょっと前よりしたような気はする。病院行けっていうね。こう、上向きに寝てるでしょ。ね、こう左をちょっと向いたりとかすると 別に腕はそのままですよ。ここに圧がちょっとかかったりすると痛く感じるんですよ。なんか、やばいなって思ってんですけど、自然に治れば一番いいなみたいな。でもやっぱ異常は感じて。で、今日は本当すごいね。なんかもう眠くて眠くてね。眠いってことはこう、体が、眠れって言ってんじゃん、多分。寝ようと。畑のことは、とりあえず、忘れようと。と思い、ながらもずっと考えながら、どこかな、行かなきゃなとかいろいろ考えてたんですけど、ああ、地球の掃除だけでも行こうかなとかいろいろ考えてたんですよね。すごい天気良かったんで。だからなんか考えてるうちになんか12時、1時、2時とかなってきて、もう俺の2時、3時っていうのはもう1日ほぼ終わりなわけでしょ。もうハブが怖いから。最近すげえハブのことでまた聞いてね、畑の人たちから。まあ、一年中いるんだけども、これからはまだいるぞと。で、草刈ってる。おじいちゃんがいたんだね。もう鎌持って。もうその話ですね。なんで俺はこんな長い鎌持ってるかわかるかみたいなこと言ってきたから。いや、わかんないっすね。つったら。俺は、ハブが来るから、要は、ちっちゃいこう、ちっちゃい鎌だとね、これぐらいの鎌だと、ここついでしょ。鎌の、葉っぱのとこに手持っていかない。そのおじいちゃん持ってた鎌は、普通の鎌の3倍ぐらいの長さがありましたね。だからこう、前にやってね。だからそれぐらい気をつけてるって言って。怖いなぁ。痛くないね。映画見てて、映画で蛇が出てきたんですね。それ見た時に、うわー、これは見たく、まあ、映画の中で、映画室、まあ、携帯ですよ。映画の中で見てるだけでも、うわーって思ったんです、俺。もう、うわ、気持ち悪い。もう気持ち悪いと怖いですね。これは実物では見たくないなって思った。もう絶対見たくない。なんかもや、怖いね。でも見るんだったらできるだけちっちゃいのがいい。ちっちゃいのも怖いけど、いや、でかいのは怖い。みんな言うんですよね。あそこの無人島は、
沖縄で一番のハブが出るみたいな。で、言う人も結構いるんですけど、浜比嘉にいた時も浜比嘉が一番出ると言ってた人いたしね、なんかああいう島の人たちはそう言うのかな。まあ、はっきり言って数えてる人はいないと思うけども、まあ、それだけいるんでしょうね。やっぱ田舎だし、野生っていうか、まあ、ジャングルがいっぱいじゃん。だから見る確率も、住んでる可能性も高いでしょうね、やっぱね。やべ。絶対さ、これ絶対これ、いい肥料になるね。そんな気がする。ちょっと後で調べてみよう。ピスタチオの殻とか、ピーナッツの殻とかもさ、結局さ、似たようなもんでしょ。まあ、今日日曜日だから、まあ、明日月曜なんで、まあ今日動かなかったもん。JA も行かなきゃいけないけん。JA 行って。内チェックして。パパイヤがあれば、箱串。まあ、そうっすね。40本、50本ぐらい。多くてね。50分ぐらい行かなきゃなっていう気がするんですけどね。もちろんパパイいっぱい作ってるけど、あれ、種からなんね。まあ、ないもん一応ないじゃない。植えてるやつもあるけど、まあ、その、実をつけるかどうかっていう、そこは謎なんですよね。まあ、俺がなんでいっぱい作ってるかっていうと、その実をつける可能性はないから、数打ちゃ当たるだろうっていう。とりあえず植えまくれば、まあ10本に1本は見つけるでしょう、みたいな。そういうノリ。あれは場所も取るしね。肥料もさ、かかるよな。それで実つけなかったら、お前見つけるよ。でも自然になってて見つけてるのもあるしね。こればっかりやん。よし。これ卵の殻。卵の殻と一緒に。ちょっと開いた方がいいのかもね、これね。このままだと。こう砕けるのか。結構砕けないですね。結構。硬いのもいいもん。このままこう。土に返すってことが、まあ、重要。もうちょい。
畑の掃除もやんなきゃいけないんですけどね、もうハブの時期がもう来てるっしょ。まだ綺麗になってないんですよ、畑が全然。やんなきゃいけないんですけど。やんなきゃいけないんですけどね。肩が痛いから。右手だけでもできなくはないけどね。右手だけでやったからね、この前ね、綺麗に。綺麗に全部じゃないけども。結構なりやったんで、両手使えたら、どんだけ早いかなっていう気はあるけど、休めて。治んのかなと思って、この肩の痛み。とりあえずあと、今、月曜日だから、明日月曜でしょ？だから来週中には、肩を支えるサポーターみたいなの来るんですよ。だからそれをつけて、もう筋トレもやっていきたいしね。筋トレやんないとさ、弱っていく一方じゃない。こんだけ開けてんのがもうなかったんでね。もう2日前ぐらいに1回腕立てをやったんですけど、やっちゃいけないと思いながらやってしまうんですよ、これがまた。今やったらどうなるのかなとか思ってやっちゃうんですよね。で、やれちゃうわけですよ、普通に。だから、おっと思うけど、本当は多分やっちゃいけない。だから、そっから2日前からまたピタッと止めたけど、我慢。晩飯食うか。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。